神たちに拾われた男は、ロイによる日本のライトノベル、イラスト担当ハリリンラ。小説投稿サイト、小説家になろうにて2014年1月28日より連載を開始し、2015年7月10日より改訂版を連載開始した。2017年9月からは改訂版に準拠した書籍版が H.J. ノベルスより刊行されている。略称は、神十 2021年4月時点でシリーズ累計発行部数は250万部を突破している。メディアミックスとして漫画家とテレビアニメ化が行われている。本項目では現在も更新中で書籍版のベースにもなっている小説家になろうに連載中の神たちに拾われた男をもとにして記述する。ブラック企業に勤める天外孤独の中年サラリーマン竹林陵馬は 就寝中のくしゃみが原因であっけなく死亡してしまう。死後、見柱の神により異世界へと転移することとなり、彼らの手厚いカゴをもらってとりあえず森で一人暮らしを始めるが、公爵家との出会いをきっかけに町で生活することとなる。町では、神たちからのカゴと一人暮らしの間に行っていたスライム研究をもとにして、商売を行ったり、冒険者として、 問題を解決したりと活躍することとなる。ジャミール公爵領、ファットマ伯爵領ポルコファットマ伯爵という豚人族の貴族が治める領地。恋の公はテレビアニメ版の声優。セールホールには11柱の神たちが存在し、それぞれ担当する分野と新域における存在場所を持っている。地球の神と比較するとかなり格下の存在らしい。 リムールバードは、とても綺麗な、青い羽を持つ鳥の魔獣。見た目と鳴き声が綺麗で、とても早く飛べるから、人気のある魔獣。外見は、大型のオウムに近いが、目を引くのは、お長鳥のような、長い尾。体が青、頭と尾が、緑色の綺麗な羽を持つということからも人気がある。第一期は2020年10月から12月まで、東京 MX 他にて放送された。 第2期は2021年6月に制作が発表された。公式ツイッターで配信の短編アニメ。スライムたちの井戸短会議は2020年10月3日以降はウェブ版予告動画として配信。龍馬役の田所あずさとエリアリア役の桑原祐希によるウェブラジオ、神たちに拾われた男、田所あずさと桑原祐希の異世界スローラジオが 2020年9月30日から2021年1月20日まで、超 A&G にて毎週水曜19時に配信。ありがとうございます。